日本料理はとても温度感を大切にします。温かいものを食べてその出来たての状態を味わう日本料理の心、おもてなしを伝えたい。で今回はその台湾の食材を使って、その豊かさを表現する。そのためにはやっぱこのお椀が一番いいかなと思いました。3年前に台湾の食材を探しているときに彼と出会ったんですけど、そうですね、彼の株はとてもこう滑らかな 口触りで、口に入れると溶ける食感、そういう風なものを意識してます。だからそれぞれの 食材がありますけど、彼の株を食べるとその株が溶けて、でスープと一緒になるときに台湾のこう大地の味を感じられると思います。まずお野菜、野菜の中からはカブ、そしてタケノコ、そしてシイタケですね。あと魚はハタを選びました。あとアワビ、あとエビで作った真珠ですね。あとお肉も一つ、牛のアキレス腱、コラーゲンですね。はい、それを入れてスープでまとめてます。日本はよく昆布を使うんですよ。で台湾は鶏肉を使います。鶏と昆布で作ったスープに合わせて一緒に提供する。で蓋を開けると柚子の香りと台湾バジルの両方の香りが漂ってくると思います。で熱々のスープを一口飲むと、そこには、鶏と昆布の旨味ですね。そういった台湾の、自然環境をこう豊かに楽しんでもらうような